日本の確定死刑囚、警察庁広域重要指定115号事件、神宮正春、一審、1988年10月25日大阪地裁死刑判決、控訴審、1993年4月30日大阪高裁控訴棄却死刑判決指示、上告審、1997年12月19日最高裁第三小法廷、上告棄却、死刑確定、収監先大阪拘置所、事件の経緯、京都府警元西陣署巡査部長の神宮、旧姓、広田、正春、当時35歳、は、京都府で警察官をしていた1978年7月、署内から実報入り拳銃を盗み、これを使用して京都市南区の札の辻郵便局に強盗に入った。彼は逮捕され、1981年2月に大阪高等裁判所で懲役7年が確定、4月から加古川刑務所で服役することとなった。1984年8月30日、仮出獄許可決定により加古川刑務所を出所、その日は家族と滋賀県大津市内のホテルで一泊した。翌31日、国鉄、現在の JR、京都駅で妻から20万円を受け取り、実母と新幹線で東京へ向かった。到着後は千葉保護観察所に出頭して、千葉県山武郡の実家で数日泊まった。9月3日午前4時40分頃、広田は母親に、東京に仕事を探しに行く、と偽り実家を出た。しかし、本当の行き先は京都で、新幹線に乗って午前10時頃に京都駅に着いた。計画はことごとく失敗。広田は強盗目的で京都に来たのだった。午前10時半頃、金物店で包丁1本を購入し、少し離れた場所にある銃砲火薬店で、棒ガン1丁、や6本、射撃用革手袋とサングラスも購入した。午後6時50分頃、京都市右京区嵐山の亀山公園に行き、近くの公衆電話から太秦警察署に、亀山公園に放置バイクがある。見に来てほしい、という内容の電話をかけた。広田は警察官をおびき出して、拳銃を奪おうと考えていたのだ。広田は公園の入り口付近で警察官を待ったが、結局警察官と会うことはできなかった。そのため場所を変え、再度警察官を呼び出そうと考えた。そして北区衣笠北荒見町の神谷児童公園に移動、同じ手口で警察官をおびき出そうとした。しかし、これも失敗する。警官が到着した午後9時頃には、広田はすでに公園を離れていた。警察官の呼び出しに失敗した広田は、質屋に強盗に入ることを思いつく。この質屋は、警官時代に職務でよく出入りしていて、老夫婦が経営していることも知っていた。午後10時頃、質屋の近くの公衆電話から警察を装って電話をかけた。店主を外出させる目的で、派出所まで来るように言ったが、これは断られてしまう。さらに20分後、今度は店主の妻に、今から行くので、店を開けておいてほしい、と電話した上で、店の入り口に立つも、妻は怪訝な感じで店を開けなかったため、犯行を断念した。京都事件、最初の犠牲者は警察官。計画はことごとく失敗に終わったが、広田は犯行を諦めなかった。この日は京都スポーツサウナに泊まり、翌日、警察官を殺害して拳銃を奪うことにした。1984年9月4日13時頃、京都市北区の船岡山公園で警ら中の西陣署12号派出所の巡査、当時30歳、殉職後警部補に承認、を包丁で襲い、全身16箇所を滅多刺した上、実弾5発入りの拳銃を奪って背中に発砲、殺害した。大阪事件、消費者金融の店員、当日16時頃、神宮は大阪市宮古島区の消費者金融に強盗目的で押し入り、カウンター越しにピストルを突きつけ、金を出せと、要求、対応した従業員の男性、当時23歳、が、冗談でしょう、と言ったところ、容赦なく発砲し、彼は間もなく失血により死亡した。店内には、他にも怯え切っている女性従業員、当時26歳、がいたが、広田は彼女に金を要求。女性従業員はそれに応じ、広田は現金約60万円を受け取って逃走した。その後、タクシーを使って京都に戻った。当初、広田は京都で第三の犯行を計画していたが、京都の厳重な警戒態勢を見て思いとどまり、新幹線で東京へ向かった。男性の司法解剖の際に摘出された銃弾が京都で奪われたピストルから発射されたものであることが判明し、
警視庁は事件翌日の5日に2つの事件を警察庁広域授業指定事件にして、また目撃証言から浮上した犯人とみられる男が、船岡山近くの映画館、西神台へ、に姿を見せた際、館内で飲んだ清涼飲料水の瓶に付いていた指紋が神宮の指紋と一致したことから、捜査当局は神宮を事件の重要容疑者として行方を追う。神宮は5日には実家のある千葉県に逃走しており、西神署の交換台に電話し、署長出世や広田屋、と名乗り専用にいることを告げている。そして15時45分頃、実家近くに現れたところを張り込み中の警察官が拘束。17時30分頃、令状が執行され逮捕となった。しかし京都地検は犯行を裏付けられずに17日、処分保留で釈放。同日、大阪府警が再逮捕。大阪地検は10月19日京都、大阪の両事件で一括起訴した。神宮は1964年から京都府警に在職中、巡査部長、だったが、1978年に同僚の拳銃を盗んで郵便局強盗を働き、懲役7年の刑を受け服役。事件は仮釈放5日後のことだった。元警察官が起こした前代未聞の事件に世の中の注目が集まる中、神宮被告は裁判で捜査段階での主張を覆し無罪を主張する。その内容は、拳銃、包丁などの直接証拠が見つかってない。自白は暴行により強要されたもの。目撃証言はマスコミ報道から思い込んだ可能性が高い。目撃証言は食い違いが多く信用性に欠ける。弾銃を発射したとされる被告の手から硝煙反応が出ていない。等々。しかし、判決公判では、自白は信用性があり、被告を両事件の犯人と認定するのに合理的疑いを差し挟む余地はない。被告の刑事責任は極めて重大である。として死刑が宣告される。控訴審でも神宮被告の弁護は物的証拠がないことなどに加え、殺害された巡査男性とは関係がなく、殺害の動機がないと改めて無罪を主張した。しかし高裁判決は控訴棄却。最高裁もこれを支持し、死刑が確定した。その後、収監された大阪拘置所でも神宮死刑囚は無罪を訴え、2023年10月現在も裁判のやり直しを求めている。